はい、パッドレトロゲームチャンネルです。今日は緑川さとこさんの学科教師を受けます。いよいよ仮免許取得試験ですね。でもまあ、仮免許取得して試験なんでね、特に教わることはないんですけど。これ回る。まあ、交通量が少なければ、交通量が少なければ左側から降りてもいいんで、一発。2時間に1回でしょ。信号機のある踏切は、もう一時停止する必要ない。一発ですね。正面の信号を見るということですね。はバツですね。走行してはいけないじゃなくて走行しなきゃいけないんでバツですね。高さを表していてバツ。横断歩道ありますね。自動車も左寄り、中央寄りじゃなくて左寄りなんでバツ。鉄道しても良いっていうのがバツ。でも OK ですよね。これはバツですね。右の左手の車を先に譲るので丸。一時停止しなくてもいいですね。パーツ。パーツ。そうですね。丸。で、パーツですね。丸。0.3 だっけ？0.3 だったっけな、これ。 0.5 じゃなかったかな。パツ。車両横断禁止なんてパツ。安全を確認してから方向指示器を出す。パツですね。あ、まあすぐに進路変えちゃうと危ないとかでバツですね。で、丸。誰でも出てきようっていうのがバツですね。何点だ？ 96 点か。あ、100点だ。0.3 メートルなんか開けなきゃいけないとかってね、あれがちょっと自信なかったですけど。おめでとうございます。ついに仮免許を取得しましたね。といったメッセージをもらえます。といったところでこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。